どーま竜神の国からやってきた竜星だぞー。はい、というわけでですね、今日はですね3本の動画を撮っていきたいなと思います。すいません、コロナでもなければ花粉症でもございません。ただヒゲが生えすぎていますのでマスクでカバーしております。はい、それでですね、今日は歌を歌っていきたいと思っております。はい、今日ですね、3つの動画を撮るんですけど、その3つどれも自分が作った制作の歌を歌っていきたいなと思っております。マスクで曇っていますので聞き取れるか分からないんですけど、はい、楽しんで歌っていきたいなと思います。今日はですね、感じた空、降り出す雨という制作の歌を歌ってきたなと思います。それでは、聴いてください。制作作詞。感じた空、降り出す雨という歌なんですけどね、ちょっとお待ちください。切りますね。はい。この歌なんですけど、はい。ドラーン。この曲なんですけどね、この曲はですね、どんな風な目的で使ったのかという歌を歌っていきたいと思いますね。感じた空、降り出す雨。自分が感じていた空と降り出す涙の雨はですね、お互いに、はい、表裏一体という感じで、裏と表のコインのようにですね、はい、晴れていたり、雨だったりという風な、はい、二つの心情をですね、曲にして、はい、作らせてもらった歌になります。制作の、はい、歌にございます。はい。それでですね、今日はその歌を歌っていきたいと思うんですけど、はい、僕が普段から感じていたこと、だいたい制作作文の方はですね、以前からもずっと継続して出しているんですけど、はい、出しているんですけどね、すべてですね、僕がまあ、思っていることだったりとか、なんかこういう風なこと感じていたりとか、したことについて歌ってきたんですけど、マスクちょっとでかすぎないけどで、はい、歌っていったんですけどね。はい。それでですね、今日その歌を歌っていきたいなと思います。それでは、聴いてください。感じた空、降り出す雨です。どうぞ。Bluetooth に接続してください。
はい、歌いました。素晴らしい歌でしたね。てなわけでですね、はい、歌いました。感じた空、降り出す雨という歌を歌わせていただきました。はい、この曲はですね、すごく思い出のある歌なので、歌えてよかったなと思っております。それでは終わるにゃ、チャンネル登録よろしくにゃ、ポチッ。それでは終わるぞー、バイバイ。